っていうの泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんてめちゃめちゃ長えな。やってみましょうか。つゆはね、思いっきり転調するし、思いっきりブレイクするようなイメージしかない。超絶むずいイメージ。テンポを変える感じ。すっごい難しそう。やってみましょう。じゃあ最後これ。泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて。ごめんなさい、ごめんなさい。その一言すら脳裏にはなくて。やばいでしょ。この曲はやばい。どこで転調するかもわからないし、どこで BPM 変わるかもわかんないし、どこでリズム変わるかもわかんない。すべてわかんない状態でやるのはこれは厳しい。で、つゆなんかさ、急に止まって急にギターソロ入れて急に早弾きし出すでしょ。だからつゆすべてが急なんよ。すべてが急。マジで。難しすぎワロタ。SS、SSS です。SSS。これ S3 つ。難しすぎ。これは無理だろう。普通に無理でした。まあでもコード進行自体は、でもいつもつゆっぽい感じ。一番のサビとかは、そのね、な4536やったんやけど、これね、これよく使う。 F からサブドミナントマイナー行って、6度のマイナー行って、6度フラットのメジャー行って、でサブドミナント、ドミナント、トニックに行くみたいな。これよく使いますね、マジで。梅雨これ大体ここの曲この進行入ってんじゃない？
デモーニッシュとどっちが難しいですか？デモーニッシュの方が難しかったかな。なんでかっていうと、デモーニッシュもなんかさ、3回ぐらい切り替わったでしょ。衝撃がすごかった。どっちが難しいっていうか、多分、つゆの楽曲をちゃんと初めて聞いたのもデモーニッシュなんですよ。この企画でやった。そう、衝撃がすごくて、あ、つゆこういう楽曲なんだなっていうのを、初めてそこで知ったから、で、ライブ配信と、あともう一曲やったよね。もう一曲普通に動画上げたので、なんとなくちょっとつかめてはきたんだけど、そう、ドリームシアターみたいなやつ。今回の最後のつゆの締めは難しかったですね。